ワードの消えない罫線を消す方法。ハイフン3つを入力してエンターを押すと、その段落に直線ができて、区切りになる機能が便利です。それが消えないのが困ってしまいます。消そうとしても消えない。デリートもバックスペースでも、全く機能しなくて、文章の中にいらない線が引かれたまま。実はこの罫線は文字が対象です。これを段落対象にすれば消えます。線のある段落を選択します。念のため複数行を選択してください。罫線選手とページ罫線と網掛けの設定。罫線なし設定対象段落 OK。の順でなかなか消えなかった罫線が、嘘のように消えてしまいます。この面倒なことに陥ったのは、ワードの使い方を間違ったためです。まずワードはどんどん文字を打ち込みます。太字にしようとか色をつけるとか、そういうことは一切しません。ひたすら文字だけを入力します。それができてから編集します。この文字は大きくしようとか、ここに罫線を引いて、区切ろうとか、画像を挿入しようとか、とにかく編集は後から始めます。そうすると目的の文章が完成します。